はい。ということで、8月22日、マーケット売り返りやっていきたいと思います。プライム売買代金なんですけれども、2兆1255億円ということで、めちゃくちゃ薄飽きないですね。まあ、いわゆる夏枯れというか。 えーまあ、基本的にこのプライム売買代金で三3兆円ぐらいあればまあまあまあ OK かなっていう平均的に3兆円ぐらいなんですけど2兆1000ってことはもうすごい薄飽きないですね久々の2兆円ちょっとということで、まあ、いかにこの相場が動いてないかということで参加者が少ないですよということですねで値上がり銘柄数千五1570社値、ね、下がり銘柄数千二2281社となっております日経平均株価ですけれども28794円0.47%のマイナスとなっております ですけれども、まあ、なんだかんだで粘ったというかね、まあ、5番にかけて上昇してきたかなという感じですね。で、トピックスもほぼほぼ高値日計でございまして、0.1%のマイナスですね。で、マザーズの方は2.02%の下落。ドル円が円安にまた、 復活してきておりまして、136円ぐらいですね。136、137あたりを行ったり来たりっていう感じなんで、まあ、あわや140円ね、えー、行くんじゃないかっていう説を唱えてる人は、インドの人口を超えてるという感じでございます。で、業種別ですけれども、今日はインペックスなどなど、あの、油系ですね、えー、強かったかなと思います、ね。値下がりの方では電気機器ですね。半導体ちょっといまいちでしたね。 東京エレクトロン下げてたんですけど、まあ、若干戻したとはいえ、あんまり強くなかったですね。で、今日個別銘柄で人気どころというとアクリートですね。これは非常にツイッターでも注目度は高かったですね。今日ストップ高しておりまして、中期経営計画出したんですけれども、それがすこぶる良かったですと、まあ、業績めちゃめちゃいいよねっていうことでストップ高しております。まあ、この売買代金もね、非常に膨らんでおりまして、この勢いがどこまで続くかということで、引き続き注目度は高いんじゃないかなと思います。 はいそしてもう一つは日の自動車でございますこちらは3月の段階でかなり株価下落しておりまして、まあ、その時何があったのかというとエンジンの不正ですねエンジン性能を偽る不正行為があって とということがこがれれ会社から公式に正式にに正発表されておりましてまあそういうのもありまして株価がドドッと下落してたんですけど今日ですねまたこのエンジン不正問題が小型トラックにも拡大というふうに報道がありましてこうギュッとね株価下落しているという状態でございます。 ま、バイバイ代金もちょっと膨らんでるかなと思いますね。で、もう一つはメルカリですね。まあ、最近グロース株すごい強かったんですけれども、本日メルカリ4.27%下落しておりまして、2000円割れぐらいから、こう、の上げです。2600超えるぐらいまで、こう、ぐぐっと上がってまして、まあ、メルカリだけじゃなくて、グロース株最近全体的にすごい強かったんですけど、こう、上髭のね、陰線引きまして、こう、下落しているという状況でございます。年初来安い銘柄は35銘柄。これもね、少ないですね。やっぱり そんなに全体感で下がってる感じじゃないかなと。で、新高値も104メー,カーなんで、まあ、そこまでやっぱ動いてないですよね。はい。ということで、日本株の振り返りはそんなところかなと思います。 で、今日のニュースですね。チロールチョコの値上げかなと思いますね。これもツイッターでかなり話題になってますけれども、まあ、値上げするのは29年ぶりということで、定番チョコレートを3円から5円値上げすると発表しております。で、参考価格22円。まあ、チロルチョコってなんか10円ぐらいのイメージあったんですけど、20円ぐらいなんですね。 はい、ということで、チロルチョコ値上げしますよと。でもう一つ気になるニュースは、スカイラークですね。100点閉鎖ということで、こうファミレスの閉店が相次いでいるみたいですね。まあ、やっぱりコロナ禍で、 なかなか思うように業績が伸びなくて閉店せざるを得ないとかね。まあそういうお店がたくさんあるということでございます。閉店しても利益率改善してくれば、うすごい利益が伸びてるお店だけ残してっていうのも、まあ一つそれは素晴らしい決断かなというふうに思いますね。で、今後のスケジュールですけれどもこちらになっております。もう今目先一番注目されてのジャクソンホール会議ですね。というかもうあんまりニュースというかイベントがあまりにもなさすぎて、もうジャクソンホール注目せざるを得ない ないいとうかジャクソン・ホール会議っていうのは世界中の金融政策関係者が集まって講演とかディスカッションしたりっていうイベントなんですけれどもその中でパウエルさんがどういう風なスタンスなのかっていうことですね今この金利をこれからどうしていくかっていうところもそうですしやっぱりインフレが徐々にピークアウトしているようには見えるんですけどあとはもう高止まりするかどうかっていうところが次の注目点になるんですけどパウエルさんが今のインフレに対してのスタンスが高鼻なの ハ派,派なのかっていうことなんですけど今のところいろんなメディア見てる感じではタカ派なんじゃないかともう一回再度タカ派スタンスですよと引き締めやりますよっていうスタンスをこのジャクソン・ホールの中で言うんじゃないかっていう風に見てる人が多い感じですね、まあ、だから逆にそこでハト派,と派要は引き締め緩くやりますよみたいなもうこれ以上は金融引き締めやりませんって っていうスタンスであれば交換されて上がる可能性あるんですけど注目はやはりそのパンウエルさんのスタンスですね引き締めやる高派なのか平和に行きますハト派で、まあ、緩く行きますようなのかね、まあ、そこが非常に注目されておりまして、まあ、動きあるとすればこのジャクソン・ホール 明けからのまあ9月も近いんで海外投資家帰ってきて流動性増えて出来高3兆超えてくるみたいな、ね、まあ、そうなってくるとまた日本株も盛り上がってくるんですけどまあ今いかんせんこ流動性がないというか出来高がすごい少ないんで売買代金2兆円付近なんで 系の売買代金が増えてくるかどうかっていうところですね。まあ、このジャクソンホール終わりからの9月手前ぐらいなんで、その辺から動き出るかなっていうね。まあ、そんな感じじゃないかなと思います。はい、ということで、今後お金は株式投資の情報、どんどん発信しますね。気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。以上